皆さん、ごきげんよう。そしてロングタイムなし毎日サプリメントのもえぴろです。ぴょんぴょんぴょんということでですね、まあ悲しいお知らせがあったんですけども、今日は楽しいお知らせをしようと思います。ツイッターやライブでは発表させていただいたんですけども、毎月17日は三軒茶屋ヘブンストアの方で病気ですというイベントをやります。で、ね、毎日サプリメントが全部鳥で、病気な出演者さんを、出てもらうっていうイベントなんですけども、こちらですね、スタンプカードがあります。とりあえず1年分のスタンプカードを作りました。カードちゃんもいます。そしてですね、こちらですね、なんとですね、これただのカードじゃないんですよ。特典がありまして、例えば何ポイント貯めたら缶バッジとか、そしてデジチェキ無料とか、そしてなんと毎月ね、17日を1年間皆勤賞してくださった方には、あなただけのオリジナルソング作っちゃいます。どうですかこの特典、皆さんオリジナルソング欲しいですよね。その他にもそんなね、毎月ね行けるわけありまへんがなみたいな人にも、何ポイントで何々っていうのがちゃんとありますので、ぜひこちらね、毎月17日しか付与されないポイントになります。17日以外のイベントではハンコを押すことができないので、それをね、ご了承いただければなと思います。そしてですね、5月11日こちら毎日サプリメント、青島萌えの20代ラスト生誕祭でございます。ありがとうございます。毎年やらせていただいてますが、今年も、素敵な出演者さんに出ていただくことになりました。ヘイヘイハエたたき、山村あかね、みひろまりな、極楽ドルチェ、毎日サプリメントの出演となっております。はい、ということでですね、でさっきの病気ですと絡めての報告なんですけども、5月17日は、じゃあ病気ですも、生誕祭もあるんかいと思った、鋭い、勘の鋭いガキの皆さん。5月は、17日のイベントはありません。これね、要注意。で、いつポイントがもらえるの？じゃあ5月はいつもらうポイントがもらえるの？教えて教祖様ってことなんですけども、こちらですね、5月11のイベントで、病気ですのカウントにさせていただきます。ということでですね、まあ、4月、5月と、4月から病気です始まって、で5月がその毎日サプリメントの青島萌え生誕祭ということで、もうね、気合い入れなきゃ、ね、いけない時期ということでですね、頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、いつも YouTube を見てくださったりとかね、ましてや現場に来ちゃう、ましてやデジチェキを渡しちゃう、取ってもらっちゃう、みたいなね、素晴らしい、信者の皆さん、本当に心から感謝しております。本当に、3月はね、もうカードちゃんのことが、すごい辛かったんですけども、そのね、辛さってもうマーヤの時にも、学んだんですけども、月日が経ってね、消えるものではないんですよね。やっぱりもう、愛した者との一生の別れっていうのは、月日が経っても消えるものではないんです。薄れていくものではないんです。だからこそ私は、生きてる人ももちろん、お空に行ってしまった私の親友と私の息子ちゃんもちろん大事、でも生きてる今もすごく大事。自分が生きてることもそうだし、生きてる信者様たちにまたこうやって毎月会えるとか、そういうのってすごく大事だし、私は幸せ者だなと思うので、ぜひ楽しい時間を皆さんと一緒に過ごすことができたらいいなと思ってます。ということでですね、今回は楽しい報告2本立てでした。それと加えて、ステッカーがね、4月がね、間に合うか分かんないんですけどね、間に合わせますね。ステッカーも毎月、月替わりのステッカーを配らせていただきますので、こちらもね、大量発注しちゃいますので、毎日サプリメントも見に来てねえよ、俺は MCR を見に来たんだよ、みたいな人もぜひね、もらっていただければなと思います。
ちらに、私の写真とかイラストとかそういうね楽しいステッカーになっておりますので、皆さん楽しみにしていてください。ということで皆さんごきげんよう。